あ、お願いします。バリお願いします。めっちゃいい。テカ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 。こんにちは、こんばんは。赤髪のともです。今回は、お家でミシュランのカルボナーラを再現してみようと思います。プロのシェフに助っ人をお願いしました。トモシェフ、お願いします。どうも、ともさん、はじめまして。はじめまして。代々木上原のレストラン塩の、シェフをしてます、鳥羽周作です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい。ミシュランのシェフが来てくれました。こっちこそありがとうございます。今回の企画がなぜ実現したかというと、はい、鳥羽さんがレシピを公開されていたので、はい、ツイッターで、動画にしていいかリプライを送ったのがきっかけです。そうです。そしたらすぐにお返事をいただいたんですけれども、はい、なぜリプライをくれたんでしょうか。あのですね、トモさんのことはあの YouTube で拝見してまして、はい、ありがとうございます。で、僕らもあの Twitter でレシピを公開し始めてた時に、まあ、少しちょっと反響いただいてたんですけど、はい、たくさんの人に知ってほしいなと思った時に、まさかあの赤髪のトモさんから来てるよみたいになって、動画で分かりやすくいろいろちょっと見せれたら、よりこう僕らの目指す幸せの分母を増やすっていうのが、あのよりこうたくさんできるんじゃないかっていうんで、もうぜひともやらせてほしいと思って、あのすぐ返事しました。ありがとうございます。とんでもないです。10分くらいで返事来たんで、すごいびっくりしました。いや、もう僕ら一瞬もざわざわして、会社のメンバーにすぐ連絡来てへえ、じゃあ今日はできるだけ僕が失敗すると鳥羽シェフの名前に傷がつくので、できるだけ失敗しないように頑張ります。いや、もう本当に全然難しいのないんで大丈夫だと思うんで、僕も全力でサポートさせてもらいます。はい、わかりました。じゃあやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今回の材料はこちらになります。じゃあまずベーコンを切りたいと思います。これぐらいだと大きいですか？半分にした方がいいでしょうか？あ、大丈夫です。あ、このままで。はい、じゃあ卵液を作りたいと思います。はい。チーズ。はい、はい、そうですね、それです。はい、はい、ご家庭にあるやつだと思います。次は生クリーム入れます。はい、水を入れます。そうですね、結構水のこれ入れることで柔らかくなるんで、パスタと合わせた時に馴染みやすいんで、ダマになりづらいです。なるほど。卵を黄身に分けます。結構見てる人で、はい、卵白どうすればいいんですかみたいな質問いただくんですけど、はい、ラングドシャってあのクッキーみたいなやつとか、あ、はいはい、フィナンシェ焼いたりとかってい こう焼き菓子に取っといてもらって使ったりとかするのが今のところ一番いいと思います。あ、そうなんですね、はい、僕も余った卵白ラングドシャにしてます。切れた。すげえ相性いいな。これ辛さも切れれば切れた方がいいですか？そうですね、僕は結構なんかこの見た目なんですけど、はい、一応なんかそこ結構気にしたりして、カルボナーラの時に白くそこだけ固まっちゃうんで、味っていうよりも見た目な感じだったと思うんですけど。はい、じゃあ最後醤油入ります。そうですね、あの昔にはい、生ハムとかって肉醤って言ってお醤油に使ってたりとかしてた時があって、はい、あのその香りのニュアンスを今回生ハムとかじゃないんで、あのお醤油を足してちょっとカルボナーラの余韻に似せていこうっていうんでお醤油使ってます。なるほど。結構滑らかになるようにやってもらえれば大丈夫です。はい、あ、いいっすね。はい、じゃあこんな感じで、はい、じゃあフライパンにオリーブオイルを引いて、そうですね、ベーコン炒めたいと思います。はい、オリーブオイルはどれくらい、あのベーコンからも油が出てくるんで大さじ1ぐらい入ってれば大丈夫です。はい、はい、ありがとうございます。あ、全然十分です。火はそんなに強くやらないんです？そうですね、中火から弱ぐらいで、あの最初に強くしちゃうと焦げ色だけついてベーコンの油がこう溶け出てない状態になってしまうんで、あの気長にじっくりやりながらパスタを茹でつつ待ちましょうみたいな感じで大丈夫です。はい、わかりました。じゃあベーコン入れます。はい。早すぎたかな。いや、全然大丈夫です。大丈夫です。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。あ、いいっす、ね、あんまりいじらない感じですね。そうですね、パスタもお塩入れて、はい、茹でていくとちょうどいいかな。塩を入れます。はい、あれですね、あのお水の量に対しての 1% のお塩ですね。あ、はい、
で沸いたら麺を入れます。はい、いきます。はい、あ、いいっすね、いいっす、いいっす、こんな感じですか。全然ないっす。真似をしました。やっぱあれですね、ともさん料理たまにこうやられてるじゃないですか。やっぱ手つきが やってる感じすごいありますよね。嬉しい、ありがとうございます。いいえ、とんでもないです。え、塩で働けますか。あ、全然あり、来てくれます。今募集してます。あ、本当ですか。です、はい、すいません、あの YouTube で食っていけなくなったらお邪魔していつでも、もうありがとうございます。やった。でベコはもうしばらく放置しといて大丈夫だと思います。でタイマー8分10秒。あ、はい、やりました。ありがとうございます。今日あのトモさんに、僕が指定してるバリラっていうブランドのパスタ選んでいただいたじゃないですか。はい、テフロン加工っていうツルツルしてるのが特徴なんですけど、クリーム系とかにはパスタが表面がツルツルしてる方がこう相性が良くて選んでいただきました。そうなんですね。はい、あ、もうちょいですね。結構そうバチバチ来たら、はい、裏返すと多分焼き色がついてる状態だと思います。そこシェフには怒られるかもしれないですけど、バリアを、あ、お願いします、バリアお願いします。いいですね。あのベーコンの中にこう油が入ってて、はい、その油が溶けてくるとベーコンがちょっとくびれてくるんですよね、形が。あ、なるほど、はい、そういう風になってきたら裏返しのポイントになります。あ、わかりやすいです、ありがとうございます。裏返します。はい、火を少しこう弱火にしながら。はい、弱火にします。はい、やると多分大丈夫かと思います。あ、いいっす、ありがとうございます。どうも。あ、ベーコンはいい感じにうまそうな色になってますね。あ、そうですね、本当だ、はい。あ、めっちゃいいっすね、ソテーの仕方すげえいいっすね。油を捨てます。はい、半分もなくていいかな、少しで大丈夫です。はい、あ、いい感じですね。はい、オッケーです。オッケーです。はい。そしたら、茹で汁を 100cc、お鍋の方に入れてもらいます。火は止めといた方がいいですか？はい、もう止めて大丈夫です。はい、ちょっとお玉で2杯ぐらいが 100cc でした。あ、ありがとうございます。あ、いいっすね。こんな感じで。はい、そうですね。ゴムベラを使って剥がすって。そうですね、ベーコンの焼き色がちょっとついてるんで、はい、それをきれいにこう、注げて、はい、ソースにしていきます。まあベーコン味のスープみたいな感じになるっていうイメージですね。軽く、はい、OK です。あと5分ぐらいのイメージですけど、どうでしょうかね。あと2分。あ、ちょうどいい、ちょうどいい。じゃあ、あ、よかった、すいません。このパスタを茹でてる途中ってかき混ぜる必要ってありますか？ありますね。全部でトータル2回ぐらい食感が全然変わってきて、はい、全く混ぜないとなんか変なブヨブヨした感じになるんですけど、はい、間に2回ぐらい軽く混ぜてあげると中にこう芯があるようなアルデンテの状態が作れるので。あ、わかりました。トバさんの一番好きなパスタってあるんですか？カルボナーラ。あ、カルボナーラなんですね。あ、再現性が低いって思われがちなんで公開するのやめようかなとかって思ってたんですけど、はい、やっぱみんななんかカルボナーラって作りたいって人すごい多くて、みんなでシェアしたいなっていう思いから、まあ、カルボナーラやろうかなみたいな。あ、もうちょうど終わります、ここで。はい、じゃあ入れていきましょう。よいしょ。いいっすね。手で混ぜる。そうですね、一回そこで茹で汁とパスタをこう和えるような感じで混ぜてもらって大丈夫です。まあ、煽るのが得意な人は煽ってもらっても大丈夫ですし、あ、いいです、いいです。はい、大丈夫です。あ、いいです、いいです、いいです。ありがとうございます。うまくいった。全然大丈夫です。では、ライン入れます。はい、お願いします。パスタの上に、そうですね、真ん中にドボッと入れてもらえれば大丈夫。はい。はい。あ、OK です、OK です。これが直接鍋に触れてないことが大事で、この状態がベストだと思います。そしたら、電磁調理器の方を一番弱火につけていただいて、はい、ゆっくりパスタ回していきます。はい。はい。そうですね、ゆっくり外側も、こう、くるくる回せながら、そうです、そうです、そうです。はい。大きく全体をこう混ぜ合わせるような感じで。あ、いいですね。あ、だんだん、こう、ちょっと色変わってきましたね。はい。いいですね、いいですね、いいですね。あ、いい感じ、いい感じ。あ、いいですね、もう気持ちですかね。はい、はい、もう気持ちいきましょう。じゃあ火止めましょう。はい、火を止めます。で、最後は2、3回煽って味見ちょっとしてもらって、
で、盛り付けたらちょうどいいと思います。あ、めっちゃいい。テカ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 。ありがとうございます。あ、めちゃくちゃいいな。あ、いい。めっちゃいいっすね。よかった。ありがとうございます。やった。これベスト。これぐらいのこ、これぐらいベストなんですよ。しかも全くダマになってないっすね。あ、うわ、これやばいな、絶対うまい。よかったー。うわうわうわ、いいっすね。あー、最高。ソースの残り方がマジで最高っすね、これ。ありがとうございます。で、黒胡椒かけて試食って感じになりますね、これ。うわ、めっちゃいい。最高、ともさん。ありがとうございます。この煙が出てる状態で、こう、滑らかなカルボナーラって、実はなかなか家庭で作れなくて、はい。あの、多分、フォークでこう食べるときに煙出ると思うんですけど、これが、あの、はい、僕らが狙う、あったかくて滑らかなプロのカルボナーラなんで、湯煎しないでやる理由なんですよね。あ、そうなんですね。はい。ありがとうございます。来ました。超いい、超いい。ありがとうございます。ぜひ食べてください。はい。では、温かいうちにいただきます。あ、湯気が出る。そう、これが大事なんですよね。へぇー。しかも滑らか、すげえ。うん、濃厚で美味しい。わ、すごい、しずる感が半端ない。しずる感、ありがとうございます。あの、ゆっくりともさが混ぜてくれたおかげで空気が入ってないんで、ソース自体はこう、はい、濃厚などっしりしてるんですけど、意外と食べるとこう軽いっていうか、麺が硬くてキレがあるような状態だと思います。うん、美味しい。いや、めっちゃ嬉しい。はい、鳥羽シェフのおかげでとっても美味しいカルボナーラができました。ありがとうございます。いや、もうめちゃくちゃ良かったと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。とんでもないです。もしこの教えていただいたレシピをもう一段階本格的にするとしたら、どこか変える部分とかあるんでしょうか。ですね、今回のがあの第1弾でこうカジュアルラインのカルボナーラっていう風にあのレシピ公開したんですけど、実際にあの塩でやってるレシピそのまんまのやつがもう1個あるんで、あの、それをぜひ次ともさんと一緒にやれたらなと思っております。やりたいです。あの白トリュフの香りがする、あのもうちょっとこうすっきりしてるけど、はい、香り高いっていうカルボナーラがあるんで、ぜひそれもお店そのままのレシピで一緒にやらせていただきたいですね。あの、本当におうちで塩っていう、もう本当にそんな感じですね。ガチのおうちで塩です。ガチのいつか塩に行ってみたいです。あ、もうぜひあの厨房で一緒になんかあの料理してもらったりとか、そういうのやってなんかやってみたいです。本当ですか。全然もうむしろやりましょう。行きたい。やりましょう。やりましょう。やった。もうここで決めるっていう感じがいいですよね。もうここで証拠残ってますから。あ、もちろんです、もちろんです。ありがとうございます。なんか新しいこう幸せの分母を増やす形みたいのちょっとやらせてほしいなと思うんで、ぜひぜひぜひ、なんかちょっとみんなをたくさんハッピーにしましょう。なんかいろいろこうすごいたくさんのレシピ改良されてるじゃないですか。はい。某ファミレスのミラノ風ドリアがすっごい好きなんですよ。あ、僕もめっちゃ好きなんですよ。あれちょっとやりますか。あれをもし鳥羽さんアレンジとかっていうか、なんかのレシピとかあったら嬉しいなって今思ってました。再現レシピプラスそれに何か足すと美味しくなるみたいなのか、はい、例えばコンビニの材料でバッてできるやつで簡単にできるとかっていうのをじゃあなんかちょっと開発します。すごい好きなんですあれ。超好き。鳥羽さんも結構好きなんですね。ファストフードだったり。あ、僕もファミレスやるのが夢なぐらいファミレス大好きなので。あ、そうなんですね。はい、コンビニアレンジレシピとか、ね、はい、コンビニパンアレンジみたいな。あれやりました。あ、本当ですか。超嬉しいです。そうなんです。酢豚のやつとかもすごい人気あって、はい、あの野菜炒めて肉団子かけると酢豚になるってやつなんですけど、自分の奥さんが、ま、家で全く同じ状況で作ってできたやつだけお家で塩で公開するようにしてるんで、誰がやってもできるレシピになってから公開するようにしてます。
かっこいいです。さすが。実際だから今日のカルボナーラはそれでも120点満点いただける感じ。すごかったっすね、今日。ありがとうございます。これからもぜひ仲良くしていただければと思います。もちろんですね、さっき言ったカルボナーラとそのドリアの件と、あと、はい、お店でっていうなんか、もうやらなきゃいけないこと目白押しなんで、こちらもよろしくお願いします。はい、鳥羽さん、いろいろ教えていただいてありがとうございました。またお願いします。むしろ、こちらもこれからもよろしくお願いします。鳥羽さん、ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、自粛期間が明けたら、鳥羽シェフのレストラン、シオにお邪魔したいと思います。今回教えていただいた鳥羽シェフのレシピは、概要欄の URL をチェックしてみてください。作ってくれた人は、Twitter などで公開するときに、ハッシュタグが見てみた、ハッシュタグおうちでしようをつけてくれると嬉しいです。チャンネル登録もお願いします。こういう形で僕に料理を教えてくれるシェフの方いましたら、概要欄のフォームからご連絡お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。